でもなも野菜食べる。まコーヒーしか買った。いただきます。うまっうまっ。朝ごはんはパンですね。美味しすぎる。うまいな、マジ。コーヒーも美味しいし。今日はめっちゃ可愛い夏服って感じ。ドーリー系。
ご飯って美味しいね。パンパンパンです。うまっ。めちゃうまですね。お子さんも。あとパン派かも。めっちゃ眠い。メイクをしていくよ。ちょっと顔を洗っていこう。顔を。昨日のヒロアカはまだ見てないです。今日の休憩時間に見るよ。じゃあちょっと顔を洗ってきますね。Thank you.
Okay, okay. さ、マイクをしていきますよ。マジで今回のネイルもお気に入りすぎてさ、かわいい、めっちゃキラキラ。綺麗にしたい気持ちを持って生きてる。でもね、基本的にメイクはすぐ落とす。し、メイクつけたまま寝たことない。あの夜ね、お昼寝とかは仕事の合間とかするんだけど、ベッドは基本清潔に保ちたいから、お風呂入るまで乗らないとか。だいぶお肌のためだね。でもなんか花粉症とかで肌荒れちゃうことは全然ある。ね、ピンクじゃないの、グラデーションになってるだけで、ピンクに見えるところはね、地爪なんだよね。透明感がある色でグラデーションしてる。本当はピンクにしようと思ってたんだけど、なんか夏っぽいのやっぱ青系かなと思って青にしました。
スしたいよね。もう夏だよ。最近まで寒かった気がする、ね、めっちゃニットとか着てたのにね。早くない？早すぎませんか？今季はヒロアカ、テンスラ、ウィンドブレーカー、クロスツジ、あとなんだっけ、何見てるっけ私。今頭に最初浮かんでたものが消えた。なんだっけ、マジなんだっけ、なんだっけ、あ、怪獣八号がおすすめです。テンサラとヒロアカしかさ、最初見る時間なかったけど、一気見する時間があったから、そこら辺を一気見して面白いなと思っております。怪獣八号は、でも私漫画も読んでるんですけど、漫画の方がね、なんか好きかも。ほら、あ、アニメも面白いし、作画綺麗だけど、なんでだろう、なんかすごい漫画が好きだな。
なんか顔にゴミついちゃった。ピンクメイクにしようと思って、気分がそんな気分なので、アイラインもピンク、アイラインをピンクにしようと思ったけど、意外とこのピンク出なかった。諦めて焦げ茶にします。よしよし、いい感じ。
ウサギ顔。まだマスカラしてないけど。よし、あとはマスカラするだけですね。マスカラ。
気をつけ。できた。髪の毛やります。寒いからね、一旦短い間でこうしておきます。くぬるちゃん、あら、ありがとう。朝からとは くぬるちゃん、ありがとうだよ。お日様、ありがとう、ありがとうだよ。お日様。
ヘアイロンリファです。今日はお休み？夜勤明けとこかな。夏っぽいかな、スタイル。あ、写真集届いた？全然だよ、ありがとうね。来たいって思ってくれてるのが嬉しい。届いてよかった、お名前。夜勤明け？お疲れ様。8時半に終わった？私は8時半にからお仕事なので入れ替わりですね。お疲れ。ゆっくり寝るんだよ。ありがとう、夜勤明けに見てくれて。よいしょ。あれ。鏡を頑張ってみたい。写真集30冊？やば、ありがとう。いっぱい嬉しい。オンラインサイン会もね、楽しみにしててほしい、届くの。なんか私の勝手なイメージで外羽って夏っぽくないみたいなイメージある。髪短くなっちゃった。
しょいしょ。こういうのって左右対称にするのめっちゃむずいよね。左右対称にならなかったよ。お話通りね。そう、もう一回結び直そう。むずいよな。なんか今日の服装とは違うわな。これをね、撮りたいんだよね。試しに編み込みにしてみようか。試しにね。つまみの方が今日っぽいかな。違うが苦手です。違いますね。こうやって髪分けてた方がいいか。ちょっと風速前髪これがいい気がする。
やべ、もう終わらせなきゃ。ということで、今日もお待ちしております。今日も皆様をお待ちしております。またね。今日はこんな感じです。です。じゃあまた。